どうも、わきです。プロスペースやっていきましょう。はい、というわけで本日から OB 第4弾が始まりまして、その中でこちら、はい、ヤクルトの古田さんがついに登場してくれました。そしてですね、その一つ前の OB 第3弾で阪神の城島さんが登場していて、まあ両方引き当てられた方なんかは今後どちらを捕手として使えばいいのかというふうに悩んでいらっしゃる方も非常に多いんじゃないかなと思います。なので今回は僕なりのこの2選手の使い分けであったり、まあそれぞれの特徴についてお話ししていければいいなと思います。はい、まあ結論から申し上げますと、必ずしもこちらの方が絶対強いっていうのはこの2選手間においてはないんじゃないかなと思っています。まあそんな中でこういった人はこちらの捕手を使う方がいいんじゃないかなっていうのをお話しね、できればいいかなと思います。はい、まずまあ大きな違いとして、当たり前ですが、まあヤクルト枠と阪神枠というところですね。はい、まあ阪神もヤクルトも結構枠としては悩んでらっしゃる方も多いかもしれませんので、まあそういった意味ではまあ阪神で悩んでる方にはぜひとも城島さんを、そしてヤクルトで悩んでる方には古田さんをおすすめしたいですね。はい、まあなのでまあ先にもう城島さんは終わっているので、ヤクルト枠困っているっていう方はぜひとも古田さんは持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあというのもヤクルト枠っていうと現状やはりこの山田哲人選手、まああとは能力 A 超えているところでいうとバレンティン選手で、まあ称号で A 超えられるところでいうと、投手9位型の秋吉投手9位79で、野手でいうとミート77の坂口選手、まあというところだと思うんですが、ヤクルトが今年一つ残念なのがベストナインタイトルホルダーでの登場がないんですよね。はい、まあそれも考えていった時にですね、まあ今現状でヤクルト困っているのであればヤクルト枠にここのタイミングで古田さん、まあランキングを走るのか、まあ途中の報酬でたまたま引くのか、60連目まで引くのかはさておき、手に入れておくっていうのは非常に大切なことだなと思います。なのでそういった意味でも本当に現状でヤクルト困っている方はぜひともですね、この古田さん、獲得して使ってあげましょう。はい、でまあ両方持っているっていう場合ですね、本当にまあベンチ枠にはどちらかは絶対置きたいんだけれども、さて正捕手どっちにしたらいいのかというふうに悩んでいる方たくさんいらっしゃると思います。ここからはですね、そういった方々に向けてまあこういう場合はね、こっちの選手使った方がいいんじゃないかなんていうね、お話をやっていきたいなと思います。はい、で今回の2選手のそれぞれの能力なんですが、今城島さんが称号でミートがプラス2、走力がプラス1されているので、城島さんに関してはミートが元来79、古田さんに関しては80で、パワーが城島さんが80、古田さんが78で、走力が城島さんが65、古田さんが67ということで、まあここの合計値というのはほぼほぼ一緒ですね。はい、79もうほぼ一緒です。はい、ただまあここで大きく違うのが、城島さんはもともとパワー型、まあ今僕称号がついてミート型になっているいますが、もともと城島さんはパワー型で古田さんはミート型というところです。まあここもですね、今ミート型のチームを作っているとか、まあ僕みたいにミートパワー88で同時使ってこの作っているっていう場合に、まあ適する方がですね、まあその都度その都度違うと思いますので、まあそこで選んであげるというのも一つですね。で、ミートパワー走力に関してはほぼ同じの二人なんですが、やはり大きく違うのがこちら。はい、弾道でございます。城島さんがパワーヒッターなのに対し、古田さんは中弾道。ここの差はですね、結構あるかなと個人的には思っています。はい。やっぱりパワーヒッター以上、まあパワーヒッターアーティストになると操作している時に非常にホームラン打ちやすいですし、あとは操作していなくてももちろん長打というものが出やすいと思いますので、まあ打撃という面を考えると城島さんの方が、まあ一歩、もうちょっとかな、1.5 歩ぐらい、能力は同じでもリードしていると考えてもいいんじゃないかなと思っています。はい。またですね、最近では、このリーグとかまあイベントだけではなくリアルタイム対戦という概念も出てきたので、まだ正式版のリリースなんか発表されていないのかな、まあでももう、そろそろ来てもおかしくないと思いますので、そのリアルタイム対戦での打撃操作というのを考えても、この城島さんというのは一ついいんじゃないかなと思っていますね。はい、去年は確か阪神では、キャッチャーとして田淵さん、まあ今回は西武枠、しかもファーストで登場していますが、確か田淵さんがアーチストかなんかで出た気がするので、まあそれに次ぐというか、まあでも現状のスピリッツのものだと間違いなく打撃操作でいうとナンバーワンですよね。はい、というところで、まあリアルタイム対戦では城島さんを押していきたいところではあるんですが、
やっぱりですね、守備面っていうのも気になります。はい、もう守備面は完全に古田さんが勝ってるんですよね。まず守備適正、城島さんは B、 呼吸54、スローイング81、肩 A80 というところなんですが、古田さんまず適正が A、 呼吸も、だいぶ城島さんより高い78、スローイングも城島さんより高い85、肩も S94 と、ちょっとですね、守備面、いや城島さんもかなりいいんですけど、あまりにも強すぎるんですよね、古田さんが。で、リアルタイム対戦で考えてもやっぱり盗塁されるっていうのがあるので、まあ、古田さんだと盗塁できないじゃないですか、基本。まあ、それこそ福本豊さん、あの特殊能力とかマックスにしてれば走ってもいいんですけど、それでも結構どうでしょう、危ないんじゃないですか。はい、まずっていうかリアルタイム対戦やってて、僕古田さんがキャッチャーだったら盗塁っていう選択肢僕の中でないんで、まあでも結構肩 A っていうところでもう警戒する人多いと思うんですよね。でもどうだろう、城島さんだったらテストとかだったら走れなくないと思うんですよね、全然タイミングによっては。あと変化球だったりしたらっていうところで、やっぱりそこまで考えるとリアルタイム対戦でも城島さん一択っていうわけではないのかなと思ってます。ただやっぱり両方持っているとですね、例えばなんだろうな、スタメンは古田さんで言っといて、でまあキャッチャーを9番にしといて、その終盤いい場面で回ってきたら代打出すみたいな。まあ代打ももちろん城島さんでもいいですし、なんかこれより強いベンチ枠に代打枠いるんだったら、その選手出してから、まあ次城島さん捕手に入れて、もしそのままね、また延長戦とか行って打順回ってきたらこの能力で打てるみたいなのでもいいかなと思ってます。はい、まあなのでどっち取るかですよね、本当に。もうホームラン打って勝つんだよっていう人は城島さん取ればいいですし、いやでもやっぱ盗塁させたくない、まあ、しかも保守適性も A っていうところで守備面も取るなら古田さんというところですね。はい、でその守備面というところでもう一つお話がありまして、こちら特殊能力ですね。ここも結構好みが分かれると思います。古田さんが保守20丸なのに対し、城島さんはですね超パワーヒッターなんですよね。ここもかなり好みが分かれると思います。僕はですね、もともとキャッチャーはもうこの超特殊能力が保守のもの以外は使わないというポリシーだったんですが、まあ、今回この城島さんが手に入ってから、まあ、古田さんが登場するまでの期間、リーグオーダーでこの城島さん正保守で使っていまして、これはこれで悪くないなと正直最近思い始めたんですよね。まあ少しその守備面を捨てるという形にはなると思うんですが、まあ、捨てるっていう表現もおかしいな、言っても保守は持ってるわけですし、まあ、あえて打撃型の保守を使って、まあ、点を取るのが野球だよというスタイルで勝ち抜くのも最近は面白いなと思ってます。はい、ただやっぱり、まあ、僕昔から激推ししてるんですけど、この保守の特殊能力って発動するタイミングがもう異常に多い特殊能力なんですよね。しかもそれが発動してくれれば投手の能力を引き上げてくれるということで、これ結構でかいと思ってるんですよね。しかももっと言うとですよ、この城島さんぐらい能力があって、この、まあ、プルヒッターとかも発動すればもうほぼほぼかなりの能力になってるんですよ。そこにここまでいるかと。逆に投手ってこう特殊能力見ると自分の能力を上げるものってほぼないんですよね、確か。でむしろ相手の能力は下げるけど自分の能力上がんないんで、そこに能力上がるっていうその保守の特殊能力来ると、まあ、必ず能力は一定上がってくれると。まあ、もっと簡単に言うとですね、例えば、僕が使ってる中とかだと誰だろう、この松井選手なんかは、まあ、能力これで特殊能力もう3つ発動すると余裕で99とか超えるんですよね、確か。まあ、そういう状況もないというので言うと、こう効率良いですよね、特殊能力の発動としては。っていうので、もうなので結論から申し上げますと、まあ、とにかく守備型というか、守備を取るなら 100% 古田さんです。ただ打撃を取るなら城島さんでもリーグオーダーでもいいんじゃないかなと僕は思っています。はい、ただ最後にこういう状況であれば絶対古田さんを使った方がいいというお話なんですが、センターを西武秋山選手、まあ、新旧ですね、 OB の秋山さん、秋山浩二さん、もしくは今のですね現役の、秋山翔吾選手ですね、を使っている。そして二遊間が坂本、菊池、この二遊間使っているっていう方は絶対ですね古田さんを置いた方がいいです。はい、というのもですね、センターラインもコンボがありまして、まあ僕今この坂本選手もまあ1シリーズ前なんでね、ここ僕はまだできないんですけど、ここはですねセンター適正オール A になるとまたですね一つ強いね特殊能力になるんですよね。
で、今この段階でオール B 以上かな、一応どこにあるのか確認しますと、ここでもですね、そこそこの、位置についていてですね、ジグザグのちょっと下ぐらいじゃないか、ここ、そうでしたね、ジグザグ魂のバッテリーからの鉄壁センターライン、まあ、ここにもうすでにあるんですよね。はい、これがですね A 以上になるとまた星2の中ではあるんですが1個ランクが上がるので、まあ、この辺ぐらいまでは来ると、まあ、ほぼ星3手前の星2のコンボになるということで、まあ、僕結構コンボは充実させる方ではあるんですが、まあ、それでもメインにたまに顔を出す、たまにじゃないな、結構顔を出す、まあ、間違いなくサブでは発動するというコンボになるんで、もしここね、菊池、坂本、秋山と使っている方であれば、ぜひともですね古田さんをおすすめしたいところですね。なので、まあ、結論から言うと本当にどっちでもいいんですけど、僕はもう両方どんどん使っていこうと思ってます。はい、まあ、両方ねベンチには必ず入る予定なので、まあ、両方使ってみて、あ、こっちの方が勝てるなとかっていうのを今後見つけて、またね動画の中で発信していければいいのかなと、まあそういう感じですね。まあでも本当に僕ベンチにキャッチャーを一人置くっていうのは一つ夢というか目標というか、まあ自分の中でやりたいなと思っていたことなので、これは結構大きかったなと思ってます。はい。まあというのもやっぱりキャッチャーって、まあ打撃はこれで両方取れたんですけど、足はねさすがにそんな速くないんで、ダイソー出したいじゃないですか。でダイソー出して、でもまだこの選手がいるんだよっていうのをねこれでね実現できたなと思うので、まあこれで今本気で目指しているプロスペースナンバーワンユーザーにねまた一歩近づけたんじゃないかなと思っています。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。はい、というわけでね本気でプロスペース頑張ってます。ぜひとも皆さんね一緒にプロスペース楽しんでいきましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。